これ暗渠だよね、多分暗渠風の場所があるね。全然変わらんな、またまた。さあ、みたらし屋さんどんだけ並んどるかな。もうね、1時ぐらいだからね、知っとると思うけど、どうだろう。やっと帰りそう、待ちかねたぞ。うなぎが食べれなかったので今大変腹が減っております。本当は良くないな。でもみたらし団子なんかすぐ腹に突っ込んでる。血糖値がどんと上がる。それまた知らん顔して逆走してくるじゃん、あのおっさん。どうなっとる、マジで。さあ、今日も大盛況、中村公園の名古屋競輪場。私ね、一切ギャンブルのねセンスもないもん。あ、到着。回転灯回ってました。やってます。あんまり人並んどらん感じだった。ちょっと嬉しいな。そんなに今日並んどらん。4人ぐらいか3人ぐらいか。よかった。よっしょ。ほんとね、持ち帰りを12本とあとはここで3本食べる。はい、12本とみんなで15本食べる、ね、はい、すいませんね。はい、ありがとうございます。持ち帰りのみたらしを包んでもらってる間にあまりの空腹に耐えかねて3本食べました。美味しかったです。こんな炭水化物&糖分でですね、空腹時に一気に胃に叩き込むと血糖値上がりかねないんで、どうかなっていうところはあったんですが、まあそうも言ってるないしということで、とりあえず3本耐えられました。急にお腹膨れた途端に歩みが遅くなる、いつものことですが、口の周りも遅くなるっていうね、これもいつものことですが、何あれ、旅館薬も、すごいな、どうえらい古いじゃん。ほう、夏来るとでも冷房なさそうだからね、結構辛いかも。ちょっと免疫から遠いから来るのは大変かもね。っていうかもうそこ中村二石のとこだもんね。そりゃ遠いわ。さあ、どっから行きましょうか。とりあえず本日の最大の目的を達成しましたんで、あとはもう惰性で帰ります。適当です。まあ行きも適当だったけど帰りも適当。もともと今日はみたらし屋さんに行く予定はなかったので、超適当人生を歩んでおります。相変わらず名古屋の自衛門。さあ、信号が変わりましたんで、また適当にまっすぐ行きます。さあ、おそらく暗渠地帯であろうところをゆるゆると走っております。なんか稲穂と稲穂のマークかたどったモニュメントがありましたんでね。あ、この水が流れとったんであろうけど、水は止められておりますね。ここは残念、水流してほしいよね。まあそんなゆとりがないということでしょうか。流してると無駄だと言われかねないところもあって、レトロがありました。今の通りバイクとか車は通行禁止なんだね。はい、レトロ発見。そんなに古くはないか。目の前には名古屋駅方面のビルが見えてまいりました。とりあえず金山方面に向かいたいと思います。そういえばこの前厚田のイオンに行ったらサーカスのテントが出てましたね。木下大サーカスとかそういう類のかなと思いながら、特に何も書いてなかったんで分かりませんでしたが、はい、レトロな民間車検の建屋、大須自動車。お、喫茶コンコルドってのがあったな。お、ここ面白いね。ちょっと厚田作りとはまた違うタイプの離れがあるって感じだね。ここもレトロだね。この通りも通ったことないな、多分。さあ、ここで次の難関は、難関はってことじゃないけど、 JR が横たわっているので、あそこどっかで渡らないといかんよね。どこへ出会いした、ここは。あ、大門あたりもですね、ちゃんと取材してるんですけど、すいません、またご多分に漏れず、まだ動画にしてないっていうところがあって、あまり私もね、こう方針としてどぎついやつはあまりやらないようにしてる、と言いつつ大門に到着しました。大物子、建屋1個なくなっとる。そこの前あったけどなくなっとる。残念ながらここはほらなくなった。あ、床めちゃめちゃなくなっとるじゃん。うわ、確実に時代の流れ、波がここにも押し寄せてきてますね。大物小道はあるかい、残っとるかな。あんた、たまに来んといかんね。やっぱりなくなっとるのはなくなっとるな。ここは大門横丁は残っとる。ここはね、ここは残っとるね。あれ、そこってやってないのかな、スケジュール。今日は休みか。あ、ここはね、まあ残ってますよ。はい、雨がパラついてまいりました。狐の嫁入り状態ですね。パッと見た方向は雨晴れてますけど、頭上には雲が横たわっておりますので、パラパラと細かい雨が降ってまいりました。さあ、そこは残っとるかな。そこは残っとるか。魔球のごとく、迷宮のごとくという感じだね。もうここも何度も入っていってますけど、はい、大門小道、ここね、
ザーディスの看板がまたいいよね。こう抜けていくと大変だね。やめとく。さあ、大門界隈も着々と変化をしてますね。鵜飼在宅センターってこんなんあったっけ。なんかなくなって建て替わっとるよね。いやー、このディスカウント海運ハルツ、海運ビル。あー、ブラジルのとこか。ピア終わりますよ。あ、でも風俗街あるったってよくわかんないよね、何屋さんかね。子供たちが見たとこで、あ、なんかチカチカしてるなぐらいの感じで、外から別に中が見えるわけじゃないもんでね。ニューレージョ大門交番、ここ古い建屋だよね。これ何、鶴の屋、何屋さんだろう。あとは、ね、福春、まあ遊郭系ですけどね、これもね。あとは老健になっとるとこ、老人保健施設になっとるとこはそこにあったかなと思いますけど、あれマンションが建っとるな、どでかいのが。千代の子、あれなくなった、あれなくなっとるへん、松岡なんとかあかん、なくなっとるじゃん。うわ、あら、なくなっとる。うわ、取り壊しとるじゃん。ありゃあ、ありゃ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 、なくなってます。ちょっとこの間に、マンション、うわ、デイサービスの看板だけ残っとるけど、うわうわ、いやいや、県有館完全なくなっとるわ。看板だけ今残っとるかろうじて、うわ残念もね。まだ多くのね、建は若干残ってますけどね、時代を感じるね。いやいやいや、もう何もいいことない。ここだけは残すもんだと思っとったけど、なことなかったね、なくなったね、あの遊郭建築。いやもう残念とか しか言いようがない。もうそれだけだわ、ただただ、もう残念残念残念無念木念っていう感じで。いやいや、時代の流れだね、これもね。だいたいそこも遊郭あったでしょ、そこのこの左側、今駐車場になってるところに遊郭建築あって、ここね、大きな遊郭建築あったけど、なんかあっさりなくなったよね、あれも。ということはマジで残ってないってことね、もう全然全然残ってないじゃん。もうさっきの福春、春福だった、あれしか残ってないぐらいの感じで。うわ、えらいこった。あとはどう、その辺ぐらい、ちょっと昔のね、名残が残ってるって感じのするところはそこぐらいだよね。いやー、大門地区も変わっとるね。いや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 、まさにさようなら金融館なってまったな。みんなマンションになっちゃうね。ここで一気に昭和のものはなくなるね、この3年ぐらいで。もう本当に人口減少に転じてきてますから、もう2000あと2、3年だよね、この建築ラッシュが進むのも。あとそんなもんです。ということはその間に一気になくなっていくってことですよ、古い建屋が。もう残念残念としか言わない。もうそれだけだ、ただただ。